三崎町立三崎中学校は大阪府仙南郡三崎町にある公立中学校。当時の三崎町にあった2つの中学校を統合して1958年に設置した。町内では唯一の中学校である。理科室には1950年代の講師小学校のガスバーナーがある。和歌山大学教育学部と協定を結び、 同大学の学生が教育ボランティアとして同行に派遣されている。本校では全進校の遠隔についてもまとめて扱う。現在の三崎町にあたる区域は学生改革で新生中学校制度が発足した1947年当時には、仙南郡丹野阿村、新市町、高子村、棚川町の4町村に分かれていた。 1947年には丹野は村立中学校、府家町立中学校、田中川町立中学校の3校が発足した。甲子村については、村独自の中学校を設置せず、丹野は村立中学校に委託していた。翌1948年には丹野は村、甲子村、新市町が学校組合を設置して、中学校を設置することになった。 これに伴い丹野は村立中学校と新市町立中学校が統合し、学校組合立泉三崎中学校となった。当初は旧中学校をそれぞれ分校としていたが、1949年9月に丹野和村に泉三崎中学校の校舎が完成して新築移転している。1955年には丹野は村、甲子村、新市町、棚川町の合併で、 三崎町が発足した。これに伴い、学校組合立、泉三崎中学校は、三崎町立、泉三崎中学校、田中和町立中学校は、三崎町立田中和中学校へとそれぞれ、解消している。三崎町内の二中学校は統合することになり、1958年に、三崎町立三崎中学校として発足した。ありがとうございます。